2000円。じゃないわよ、買わないならドクドク。常盤台中学の制服誰だっけで、なんだこいつ。私には三坂美琴って名前があんのよ。いい加減覚えろ、ドバカ。やっぱ知り合いか。その自販機な、どうもお金を飲み込むっぽいぞ。知ってるわよ。裏技があんのよ。お金入れなくてもジュースが出てくる裏技がね。裏技？ティッシャー！ダンパン。この自販機ボロっちいからジュース固定してるバネ緩んでんのよね。何が出てくるか選べないのが難点だけど。ってあんたどうしたの。常盤台のお嬢様はみんなこんなことやってんのか。女子校なんてそんなもんよ。女の子に対して夢見んなよ。てめえらが寄ってたかってこんなことしてっから自販機が壊れちまったんじゃねえのか。何怒ってんのよ。別にあんたに実害あるわけじゃない。飲まれた。いくら飲み込まれたわけ。2000円。ひょっとして2000円札。まだ絶滅してなかったんだ。そりゃ自販機だってバグるわよ。じゃあ取り返してあげるわ。どうやって。こうやって。あれ、いっぱい出てきた。2000円札出てこなかったけど、間違いなく2000円分以上出てきたからこれで OK？ って何思いっきり逃げてんのよ。おーい。In the way.